ゾフィー・エレオ・ノーレフォン・ザクセンは、ドイツのザクセン選定公家の公女で、ヘッセン・ダルム・シュタット・ホーハク・ゲオルク・ニセイの妻。ザクセン選定公ヨハン・ゲオルク・イッセイと、その2番目の妻で、プロイセン公アルブレヒト・フリードリヒの娘マグダレーナ・ジビュレの間の、第一子、長女として生まれた。1627年7月1日にトルガウの、ハルテンフェルス城において、ゲオルク・ニセイと結婚した。 当時は30年戦争中で困難な時代だったにも、かかわらず有力諸侯を縁組によって結びつけるこの結婚式は盛大に祝われた。この婚礼ではドレス電宮帝学長ハインリヒシッツによる史上最初のドイツ語オペラ悲劇、ダフネの初演が行われた。この婚礼でのオペラ上演はヨーロッパの王公たちの間に祝祭や記念行事に 音楽のイベントを取り入れる監修を広める役割を果たした。ゲオルク二世には、ゾフィーエレオノーレとの結婚によって、妻の重子マリアエレオノーラの夫である、スウェーデン王、グスタフ・アドルフの領内への侵略を防ごうという、目論みがあった。この目論みは成功し、グスタフ・アドルフは、ヘッセンダルムシュタット砲白領を、中立国とみなして、攻撃を差し控えた。ゾフィーエレオノーレは、 紅白夫人として、ダルムシュタット国立図書館の蔵書の収集に大きく、貢献した。夫との間に三男十二女の、計十五人の子女を設けた。http://www.behamjosef.at スラッシュカレンダースラッシュ m-on-04 スラッシュ tag13.htm ありがとうございます。